レオポルトルジチカ、あるいはラボスラフスチェパンルジチカは、クロアチアブコバル出身の有機科学者。あとに、スイスに帰化。バーゼル大学及びカールスルーエ大学で修学し、カールスルーエ大学のヘルマン・シュタウディンガーの下で学位を取得した。1956年にユトレヒト大学教授となり、1929年にチューリヒ工科大学教授となる。 テルペノイド、ステロイド、環状ケトンの研究で知られる。1939年にノーベル化学賞を受賞した。テルペノイドについてのイソプレン則の提唱で特に有名。これによりテルペノイドの構造の解明に一役買った。ステロイドについては1934年にアンドロゲンの合成に成功。翌年1935年にはテストステロンの合成に成功した。 感情ケトンについては、ムスコンやシブトンの構造解明並びに合成に成功し、巨大な乾式化合物の存在を明示した。ありがとうございます。